はい、ではね、はい、好評なんだかなんだかわからないクソ運転大集合のコーナー、意外と人気な気がする。あ、なんか結構コメントつくよな。ああ、意外と人気なんじゃない。多分な、割と人気にな手応えはあるんだけど、まあやっていこうか、うん、今日。はい、今日はな、俺ハッスルしそうやわ。今日は俺ハッスルすると思うわ。そんなひどかったんですね。ひどいっていうか、これはな、別にこういうやつがおったとかじゃない、そういうことじゃない。はい、こんなひどいやつがおったじゃなくて、もう全般的やな。はい、もうな、いくで。はい、今日のテーマはババン、左折バカ。はい、左折バカです。はい、この図見たら大体わかると思うけど、左折がテーマです。え、右折はと思ったかもしれんけど、右折は右折で、右折バカをまた別でやります。はい、俺の中では別のことやね、これな。右折と左折は似てるようで、はい、だいぶ違うね。はい、行くよ、左折バカ。はい、まあな、前置きとしてな、左折がまともにできるやつはな、あまりいいわ、あんまおらへんわ。はい、できてへんやつめっちゃ多いわ。でし、え、左折できてますけどって思ってへんやろな、まさか。思ってるわけないじゃないですか。できてへんで、絶対。いや、だからできてないっていう自覚あります。自覚あんやったらまあよ、あるから気をつけてますよ。自覚あんやったらまあよ。でもな、もう左折バカな、もう下手したらな、自分運転うまいちゃう、そういう左折のバカの中にもなんか運転うまいと思ってるっぽいやつとかおるからな。実際おるもん、なんか俺って運転うまいみたいなこと言うてて、この左折バカがおったからな、俺の知り合いで。それぐらいな、左折バカ多いね。うん、行くで。まずこうやって、はい、図を見てくださいね。パワーポップ作ったんで、はい、左折しようと思ってるっていうことな、これな。うん、まあ矢印が、まあ、ちょっとおかしいけど、まあ、そこは勘弁してください。急いで作ってん。こう、まあこの、ここの、ここで曲がりたかったんで。わかった、わかりました、わかりました。伝わってます。で、んでな、どっちから行こうかな。左折はな、本来左折する前に、これほんま30メーター手前で左に寄らなあかんね。はい、こんな感じでな、はい、こういう教習所で習いましたよね。で、教習所で検定で、卒業検定でも、まあ仮免取る時も卒業検定の時もこうやったから受かったんですよね。寄ってから曲がる、でこんな感じで曲がる、で曲がっていくと、で曲がってしもたら別にこの辺走っててもいいねん。これは俺は検証済みやから。それができてへんねん。教習所で習ったくせにその走りができてへんねん。卒業したらもう関係ないわみたいな感じでな、やってる、ね、教習所の走りなんて真面目に守ってたら余計遅いしねみたいな、余計下手くそやしねとか思ってるバカがほんまに多いのがようわかんねえ、この左折左折バカが多いことによって。まあ具体的に見ていきましょうか、バカの走りを。はい、左に曲がろうとしてますよね。はい、こうやって、はい、次右に膨らむね。で、膨らんだまま曲がっていきよんねん。アホかっちゅうねん。どへたか、お前は、ほんまに。はい、もう一回行くよ。こう走ってる。わざわざ左に曲がんのに、わざわざ右に行く、一旦。ほんで、大回りで、ほんで曲がっていく。何の意味があんねん、これ。猫でも見えてるんじゃないですか？見え、危ないやろうが、でもこんなもん。これ曲がるときに猫でも見えてんですよ。左バイクが走ってて、これまだウインカー出さんとこれやるやつ最悪やな。俺当たったことあるからな、俺バイクで走ってるときにこれやられて、急にバーンって右だから右に膨らむから、うん、どうすんやろ思って俺左バイクで走ってんの、うん、それが急に曲がってバーンって当たって青がっちゃうんや。もうそういうバカが多いの分かってっから、俺はバイクで走っててもそれを察知してもう当たらへんけどね。その時まだ若かったからさ、うん、ほんでもうこれかもうクソ邪魔やねんか、うん、これの何が、まあ、危ない、バイクも巻き込んだりしたりする危険性があるっていうのもまあ第一で、
コロナ何があかんか分かる？対向車にも当たりそうになる？まあ、膨らむから。それはだから対向車線に出えへんだらまあええやんけ。そうしたら右折はどうなんのっていう話になるから、そこはあんま関係ないな。何か言ったるわ、分からへんみたいやし。曲がろうとするやん、こう膨らんでな。が分かりやすい例を出すわ、うん、こういう感じになってるとするやん、うん、こう歩行者がな、うん、横断歩道を渡ってると、うん、でこうバカがわざわざ右に膨らんでから左折しようとしてんねん、うん、でこういうバカってな、バカやから歩行者のことは考えるくせに後ろのこと何も考えてへんの。ああ。でバカやけど、バカなのに私って思いやるある人でしょうと思われたいのかなんか知らんけど、うん、こう横断歩道ってさ、このギリギリにはついてへんやけ、この、うん、交差点のちょっとこう奥まったところに設置したるやん、うん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 、だからここギリギリまで行けやっていうことやね、うん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 、これやったらもうまあ行けんこともないのに、バカがなこう右に膨らんだ挙句に、こう歩行者歩いてるわと思ってここで止まるよね、うんうん、でこう対向車来ておらんかったらまあこう行けたりすんねんけど、対向車来てたらこの後ろの赤の車行けへんよね、うん、アホかっちゅうねん、うん、こうやってもうなんちゅうのこう左よちゃんと寄って、うん、歩行者がいててもこうやってギリギリでこう止まる、寄った挙句にここでギリギリ止まったら、うん、この赤の車行けんねんけど、もう何の苦労もなく行けんねん、うん、それをこんなバカみたいな運転するからな、もううっこ行けへんの、うん、あんな気づいてへんやろな、頭悪いからこの右折バカはさ、うん、そのことに何にも気づいてないねん。師匠、左折バカ、あ、左折バカか、今右折って言った、右折って言ったな、うん、右折バカもいいんだけどな、うん、まあ、うん、そりゃ次あった悪すぎんだよ、お前、うん、ちゃんと左寄って、うん、こう歩行者待つときもこうやってギリギリまで行けっちゅうね、お前、うん、一個のことしか見えてへんのか、お前は四方八方気にしろっていうことやね、ほんま自己中よな、こういうだから自己中がこういうバカな運転すんねん、だからこうやって大回りすんのもこれやろ、なんかここが当たったら嫌やなとか思ってんやろ、うん、車こすったら左側こすったら嫌やねとか思ってんやろ、下手くそっていうことやんけ、そんなもん運転技術が足りてへんねんけ、そんなもん免許返せ、ほんなやったらこうやって左寄ってなんてこうやって左寄ったまんま、実際この絵ではこうカクカクってなってっけど、競技のな交差点になってここに丸みがついとんねん、丸みが、だからこうやって寄ってな曲がっていってもな、こすらへんねん、それでこするやったらな、もう免許返せ、ほんまにもう老人に免許返納しろとか言うとっけど、そんな資格ないわ、こんなバカな左折してるやつなんか、お前も免許返せって俺は言いたいねっていう感じですけど、こんなもんやなんか意見あるか、どうせバカな左折してんやろでしもよ、だから下手くそだって思ってますから、左くすっていいね、また大回りしてんやろ、こうやってついちょっとしちゃいますね。ただ私の場合は一個ちゃんと気をつけてるというか、ちゃんと分かってることあるもん。何やねん、さっきも言った通りド下手っていう自覚があります。ド下手っていう自覚があるならあるでいいからな、せめてな、こうやってこのこれはやめろってことや、最低でも。ギリギリには入るよ。もうギリギリに入って、後ろの車、もう歩行者は歩行者で引いたらあかんから待つのはいいけどよ、後ろの車も行けるように配慮しろってことやねん、もう。俺が言いたいのは。気をつけまーす。間抜け鼻だしね。俺は言うとく、あ、これ言ったらあかんか。いっか。一応、クラクション鳴らすの違反やからな。でもいや、俺、怒りのクラクションです、俺は。もう、そいつが動くまで俺クラクション鳴らしまくります。違反ですね、すいません。以上です。